皆さんおはようございます。ながら運動のお時間です。運動しようと意気込まなくても、掃除をしながらでも簡単な運動はできるんです。そんなながら運動を紹介していきます。掃除機をかけるとき、絶対にダラダラやりがちですよね。あー掃除したくない、あーしば漬け食べたい。今の言葉の意味がわからなかった方、1987年しば漬けで検索してみてください。その後秋田市の公式サイトもチェック。踏み出しの膝を直角に曲げてください。そうです、無理をしない程度に正しい姿勢で行いましょう。さらに上半身をねじり、左右の床にも掃除機をかけます。この運動では太もも、お尻、脇腹の引き締め、さらにバランス感覚を鍛えるという効果が期待できます。最後の回にしてようやく正しい動きができるようになりましたね。おまけの一ネタ、今回はゲームです。食材を一つ指定し、それで何を作れるか連想します。それではピンクの方からやってみましょう。鶏肉、唐揚げ、筑前煮、カレー。続いて現在の仕事量も自粛期間中とあまり変わらない方、やってみましょう。玉ねぎ、カレー、酢豚、人参、はい、もういいです、はい、6月からお伝えしてきたながら運動、これで最終回です。少しでも体を動かすことを意識して生活しましょう。